ブルヘッドはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名は多種多様な大きな頭の魚を刺す就職後だが、アメリカでは生詰め、カナダではカサゴメを中心とした一部の魚の通称である。ブルヘッドのエンブレムブルヘッドは1943年10月21日にコネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港する。 1944年7月16日にハワード・アールド・イル夫人によって浸水し、艦長ワルター・ティー・グリフィス少佐の指揮下12月4日に収益する。その後、真珠湾に開港され、太平洋戦線で活動した。1945年3月21日、ブルヘッドは最初の紹介で南シナ海に向かった。3月31日朝、ブルヘッドは プラタス島へ、艦砲射撃を行い、日本軍の、その後、高尾と香港間の中国沿岸に出撃し、4月16日には、墜落した B-29 のクルーである、アービング・チャーのハロルド・ストゥーム、ロバート・トゥケルの3名を救助した。4月24日には、プラタス島に対して、再度の艦砲射撃を行った。4月28日、 ブルヘッドは37日間の行動を終えて、スービック湾に帰島した。5月21日、ブルヘッドは2回目の紹介で、タイランド湾及び、ジャワ海方面に向かった。6月18日には、南位05度35分統計106度02分、南五5.583度統計106.033度、マイナス5.583、106.033の、 澄んだ海峡でナンバー58桜丸を翌6月19日には難易05度56分統計106度00分難易5.933度統計106.000度マイナス -5.933106.000 00の澄んだ海峡でナンバー57立花丸を撃沈した5月30日及び6月25日にはスクーナーなどを撃沈した 6月26日には2隻の総海底と、オボ式き艦船に対して、魚雷を発射したが、命中しなかった。ブルヘッドは一連の攻撃で、小さな2隻の貨物船を及び、スクーナー、クセンテーなどを攻撃して、少なくとも4隻1800トンの戦果を上げたと、報告した。7月2日、ブルヘッドは43日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。 艦長がエドワード・アール・ホールト・ジュニアに変わった。7月31日、ブルヘッドは3回目の紹介で、キャピタイン・パ・ファーと共にウルフ・パックを構成し南シナ海に向かった。この紹介では9月5日まで、ジャワ海と南シナ海を偵察した後、スービッグ湾に帰島する予定であった。ブルヘッドは8月6日にロンボク海峡を通過したと報告した。それが、 ブルヘッドからの最後の通信であった。8月12日、キャピタインは、時間の8月13日の正ク到着を予定し、ブルヘッドに対し、キャピタインとパファーの偵察ラインを翌日から引き継ぐよう通信を行った。これに対する応答はなく、8月14日に、キャピタインは、担当海域に到着以来、あらゆる手段を行ってもブルヘッドと連絡を取ることは、できなかったと報告した。 当時、ジャワ海には、ブルヘッド、キャピタイン、パファーの他に、イギリス海軍の潜水艦、タシュターンとソーローが、ブルヘッドの担当海域と同じ位置に存在していた。また、これより前にコットとチュブが、同海域を通過したが、日本軍の対潜水艦攻撃は何度も行われ、いつの攻撃が、ブルヘッドを沈めたのか特定するのは困難である。しかしながら、 後日の2回の攻撃のいずれかが、ブルヘッドの最後であったと考えられている。インドネシア空軍中央博物館収蔵の99襲撃内市99軍差だ。天外など各部に手が加えられている。日本側の資料によると、8月6日午前8時過ぎ、バリ島電波ル飛行場から飛来した、陸軍独立飛行第73中隊の99式軍偵察機が、 南位08度20分統計115度42分、南位8.333度統計115.700度、マイナス8 3 3 3十1 5 7 0 0の地点を、浮上航行中の潜水艦を発見して60キロ爆弾で爆撃し、直撃弾2発を確認して、撃沈確実を報じた。翌8月7日には、 海軍の水上偵察機が、南位07度42分統計115度29分、南位7.700度統計115.483度、マイナス7.700115.483の地点で、潜水艦に対して爆弾4発を投じ、うち2発が試金弾となって、油が流出した、とある。その位置は共に、バリ島の沖合であり、 バリ島最高峰のアグンサンサン町が、ブルヘッドのレーダー探知を妨げ、航空機の接近を探知することができなかったと考えられる。また、蒸気二つとは別に、終戦後の8月16日に撃沈したという回想もあり、それによれば、同日10時頃に海軍見張り所からの報告を受けた99、式軍偵察機が、論ク海峡で南下中の潜水艦を爆撃し、 うちに発が先行仕掛けた潜水艦の監視と艦尾への資金弾となって攻撃後は潜水艦は浮上せず30分後にワーンという水中音と浮遊物を確認したとある。ただし、木又茂雄敵潜水艦攻撃183ページではこれは日付のご記としている。ブルヘッドは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ブルヘッドは 第二次世界大戦において敵の攻撃で失われた最後のアメリカ海軍艦艇となった。その日はくしくも広島市への原子爆弾投下と同日であった。ありがとうございます。